本番。どうもちゃん、篠原です。今回は試験本番に強くなる方法について話したいと思います。本番って強いですか？この動画見てる人で、もう俺だいぶ本番強いよっていう人は見なくていいと思います。この動画は本番弱い人。今まではこっと本番っていう場に限って力が出ないとか、なんか緊張しちゃう、そういう人に向けての動画です。で、試験本番、どうでしょう、想像してみてください。試験本番、大学受験っていうのはこれまで生きてきた18年ないし19年の、まあ大体20年ぐらいのそういう、まあ勉強ですよね。あいうえおの勉強、自分のお名前はから始まって、最終的には微分積分に至るまでのその自分の能力のもう集まりですよ。これをたった1日2日でまあ見極めるという、そういう場が試験本番です。で、この試験本番という場において、まあまず前提として、まあ、緊張するのが前提なんです。緊張はそりゃしますよ。誰だって緊張する、誰だって緊張しているんで、まず一つがメンタル面で、まあ俺だけじゃないんだと、みんなだと、みんな緊張しているんだと思ってほしいんですね。みんな緊張していると。で、これね、例えばですけど、まあ俺ばっか緊張してて、なんかみんなは結構余裕なのかなって思うじゃないですか。で、みんなこう知らんやつばっかですよ。知らんやつばっかで、難しい大学に行けば行くほどなんか賢そうに見えるんです。メガネもしてるし、なんかガリ、まあなんか結構ガリガリやったりとかして、なんかね、こう持ってる参考書とか難しいの持ってるんですよ。科学の新研究とか持ってるんですよ。で、持ってて、なんか賢そうやな、大丈夫かなと、こいつらに勝てんのかなとかと思ったりするんです。 ところがこれみんな思ってる、みんな思ってます。僕京大模試で1番取りました。よせみですけど、河合とか寸大とか分母多くないけど、一応1番取りました。1番取った、京大模試 A 班も取りました。寸大かなんかで優秀者のところに名前も載りましたっていうことをやった人間でも、やっぱ頭よく見えました、みんな。一応これでも、浪人をして、一生懸命勉強して、自分なりに1年間、自分なりに妥協なくやったつもりなんだけれども、やっぱ不安でした。緊張しました。受かるかな？もう、どの模試受けても受かる言うてるんです。京大模試受けても、河合の前途受けても、全部もう受かる。ちゃんと A 班か B 班は取ってる。なんだけれども、いや、マジか、受かるかな、大丈夫かなっていう気持ちが絶対あった。緊張しました。誰だって緊張するんです。誰だって緊張する中で、じゃあどう本番結果を出すかというところで、まあみんな緊張している上で、自分はどうあればいいかというと、まあ少しだけマシだったらいいんです。まあちょっとだけマシと、ちょっとだけマシだったらいいということで、これどうすればいいかっていうと、まあ僕柔道やってたんで、まあ、柔道の先生がねよく言ってたようですけど、よく言ってた言葉なんですけど、まあ練習を本番のように、そして本番を練習のようにっていう、まあ、考えですね。これが一番刺さります。で、練習を本番のように、つまり今まで受けてきた模試とか、そういう場をできるだけ本番に近づける。そして本番はこれまでやってきた練習のようにやるということで、この練習という場なんですけど、これをもうね、数打つんです。数打つ。あともう一個おすすめなのがペナルティ、これを設ける。これが緊張感が出るコツです。まず数を打つとどうなるか、飽きてきます。僕はセンター試験、過去問、予想問題、30回から50回分やりました。その状態で受けたらどうなるか、センター本番あんまりこう、なんでしょう、見たことどっかである何かなんです。なんか30回か40回もやってることなんで見慣れてるんですよ。言ってみるなら、試験本番の日に自分の履いてる靴を見て緊張するかどうかって話です。何回も見てる、もう高校3年間通学するために見てるその靴を試験当日見て緊張することがあるか、
高校3年間履いてきた靴を履くときに緊張することがあるか。緊張しないですよね。なんでか、数打ってるからです。さすがに高校3年間、まあ大体1000回くらいですか、履いた靴と同じとは言わないまでも、やっぱ30回から50回とかっていうその数を打つ。幸い京大は過去問も豊富ですし、センター対策も過去問、予想問題豊富に出てます。これを、とにかく数を打つ。数を打って、打って、さらに数打つだけだと、もうただの練習になっちゃいますから、そこにペナルティーですね。何らかのペナルティーを設ける。もうこれは、まあ、金ですよ。うっかりミスしたら罰金10円、罰金100円、豚さんの貯金箱に入れると。そうすると、あ、気をつけよう。うっかりミス気をつけよう。うわ、またうっかりミスした。この500円かいとか。うわ、うっかりミスした。数学のセンターで20点飛んだぞ。2000円かよ。みたいな。って言って、どんどん豚さんの貯金箱に入れていくんですね。そうすると、まあ、多少なりとも緊張感を持ってやれる。はい。です。で、本番を練習のように、ここ、まあ一個コツがあって、こっちの方は、例えば服装ですね。服装だとか、あるいは、まあ、飯ですね。飯とか。こういったものを、本番と練習の時、統一するというのがあります。具体的に言うと、服装。僕は、浪人生の時、京大の受ける、日のパンツまで決めてました。で、これを京大模試、全国模試、すべての模試で履きました。で、知ってると思うんですけど、大体模試とかってこう日にちがだいぶ近いじゃないですか。だからその汚い話、2日連続同じパンツ履く時もありました。あるいは洗濯機に回して、で、無理やり干してちょっと生乾きみたいなちょっと湿ったパンツを模試の時履いてたりとかもしました。そういう服装。そして飯ですね。これ飯が結構大事で、おすすめはコンビニのおにぎり、できればローソン、ファミマ、セブンイレブン、どこにするのか決めといた方がいいです。なんでかっていうと、飯をその決めておく。あのおにぎりだったらおにぎりのもうシーチキンとかって決めておくんです。おにぎりのシーチキン、もう絶対試験会場だろうが、もちろん会場の近くだろう、どこだろうが調達しやすいだろう、おにぎりの銘柄と飲み物、もう16茶とか、16茶置いてない店多分ないじゃないですか、とか、っていうのを決めておく。で、決めておくとどうなるかっていうと、まあ、その、試験も、模試も、同じものが食えるわけです。そうすると、できるだけ本番が練習に近い環境になる。で、これね、多いのが、お母さんの、お母さんのお弁当とかってこと多いんですよ。で、お母さんのお弁当って、まあ、いいんですけど、あのね、愛情が重いことがあって、お母さんにお弁当を作ってってお願いしといたら、もちろん時は多分普通のお弁当を作ってくれるんですよ。でもね、本番の時だけそのちょっと豪華になってたりとか、なんか海苔とかでファイトとか言って書いてあったりとかしてて、本番でいらんことしてくれたら困るのに、おかんは本番でいらんことするんです。そういうもんです。おかんというのはおせっかいなんです。おかんのおせっかいは重いので、本番にはそんな違ったことをすると、ただでさえ緊張してる本番がより緊張するので、コンビニ、もう愛もかけらもこもってないコンビニのおにぎりがこの時ほどありがたいものはない。いつでもどこでも同じ品質のものを提供してくれてます、コンビニのおにぎりは。だからそれを本番でも使うと。うん。おかんの愛情はたっぷり大学に入ってから感じてください。あの、大学受験の時そういうね、本番だけ変えるっていうおかんの愛情、本当に迷惑なんですよ。本当に迷惑なんで。だから、あの、それがさらに緊張煽ったり、イライラしたりしますから、おかんは頼らない。飯はもうコンビニ。コンビニです。で、服は、まあ、制服着てる人はね、いいと思うんですけど、浪人生で私服だよっていう人は、ここなんか変えてほしいなと思います。はい。ということで、試験本番に強くなる方法ということで、まあ、この辺のね、ことを意識してください。まず、心の面ですね。緊張してるのは全員だと。で、まあ、練習の段階はとにかく数打てと。で、数打ったら、じゃあ、本番は練習のようにということで、まあ、服装及び飯ですね。この辺を統一していきましょう。ということで、今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。